からはもう全部モノマネにこじつけたいと思います。その方がやっぱお店に合わせてるから協力的な人だなと思われたい。いい人質問してる。だからやっぱちょっとでもモノマネ、モノマネの人たちからでも、もう入ってんな。こういうのも入れた方がいいかなと思って言われたんで、ちょっとモノマネのタイトルを決めなきゃいけない。ちょっと長めのタイトル面白いかなっていうのをちょっと順番にアレンジして、一応下品なネタばっかだと思われがちなので、下品なネタはしちゃいけないっていうのを自分の中で考えて作ったネタをやる人なんですけど、今からやるモノマネがやる人のモノマネなんですけど、結局受けてない。結果全然誰も笑わない、一切笑わないですけど、ただ淡々とやる人。下品なネタはしない、下品なネタはしない、下品なネタはしちゃいけない、今のご時世にそぐわない。どうもピン芸人アポーです、よろしくお願い。シーラカンスパックンチョ、ここがあの口ですパックンチョ、シーラカンスのC と ABC の C をかけてます。今からあのシーラカンスが喋りますんで、シーラカンスになりますので、私が今から一瞬だけですけど、アイナダジャレに走るな。さすがは生きた化石。シーラカンス対戦、力強く良いことを言われる。ちょっとここでですね、私の日常を少し語りつつ、継続してネタをやっていきます。先ほど優斗さんが言われてたんですけど、困った時はすぐ冒険のことを言うっていうご指摘いただいたんです。今早速ちょっと冒険をちょっと使わせて。また今から5年前の話なんですけど、スーパー銭湯に行きました。その時私皆さんもうっすら気づかれてると思うんですけど、火星冒険なんです。で、入り口に入る前に脱いですね、脱いてから入る。で、脱いてから入ったら結局バレないかなと思って、一応向いてから入るんですけど、一応なんて言いますかね、周りにこう体重計があって、そこにこう80ぐらいのこうおじいちゃんがこう向いてたんですけど、たまたまで、で自分もその時にハァってこうなんかそんな声出してないですけど、なんかでこう やれたみたいな感じで、ちょっと気分を害したと言いますか。まあ、なんか元気がなくなったんです。自分のこっちの元気じゃないですけど、自分の元気がなくなって、元気がなくなったんですけれども、皆さんは元気ですか。元気があれば下品なネタができる。下品なネタをやれば出禁になる。出禁になればバイトに打ち込める。バカ野郎。1、2、3、バイト。今日は日差しが強くて光合成日和。この下品なネタをしたいというこの汚らしい私のこの思考のこの汚らしい回路を、この太陽の直射日光で浄化したいと思います。なので
逆三倍算してですね、直射日光をあえて浴びるという歌を歌います。それでは聴いてください。逆三倍座、逆逆逆逆三倍座、逆逆逆逆三倍座、逆逆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 三倍座。浄化されました。もう下品なネタをしたいという汚らしい気持ちは一切ありません。ただ最後にこのまま終わるわけにはいかないので、最後にいいことをお客様にお伝えしてからこのネタを締めたいと思います。もし、もしも幽霊などに会ったときに追い払うまじないを伝授してからこのネタを締めたいと思います。これはこの方形の方だけができるまじないなので、そこを忘れなくて、方形抜き戻し、あ、すいません、ちょっとサバ読んじゃいました。どうもご清聴ありがとうございました。面白かったね。ちょっと癖になるね。面白かった。ハートの強さにすごい感動してるね。どんどん聞きたくなりますね。マジですか？